その関係で中にトロッコが家の中にそれ夢多分ありえないでしょ、だってこんなところ奥に奥にものすごく広いああ2階までうわすごいあこれだうわ出るかその先びっくりしたございますけど、今日はよろしくお願いします。で、ちょっと面白いところがあるということで。そうね、今の片鉄にもまあ関連した場所なんです。まあ昔ながらのね、柳も続いてる。いろんなね、商売されてる方があって、今日ね、お尋ねするのがまあすぐこちらの方。今目の前に立ってる。これももうかなり築年数。格子のあるような。そうですね。2階建てなんですけど、すごく2階とその1階の我々のですね、距離が近いっていう昔ながらの建て方のお家ですね。これ実はね、私同級生の家でもあるんですよ。で、まあ少しもね、馬月町の町長のお宅でもある。あ、そうですか。で、こちらがね、昔いろんな雑貨とかお店をされとったんですよ。はい。その関係で中にトロッコが家の中に線路があって、福田さんね、いくら福田さんが和気町でいろんなことを知ってるとか。皆さんも福田さんの顔知ってる重鎮言うてですよね、元町長さんの家で、しかも観音開きのものすごく大きなですね玄関、もう本当とてつもない玄関だけでですね、玄関の扉だけで、横が2メートル以上あって、縦もそうね2メートル、横4メートルぐらいのものすごい広い玄関なんですけど。中にトロッコがあるわけないでしょ、本当はそんなこと言ったって。それがね、実はね、小学校の帰りにね、よくここで遊んで帰ってたんですよ。何して遊んでたんですか。ランドセル掘り上げてトロッコをやってもらったりとか。それからね、福田さんね、還暦でいらっしゃるんですけど、夢ですよ、それ。夢、多分。ありえないでしょ、だってこんなところ。いくら大きいけど、あるんですか。本当に？じゃあちょっと行ってみますか。入っていいですか。はい。こんにちは。うわ、土間というか玄関口だけでですね。おお、広っ。人が住めます。ピンポン鳴らしてくれました。まあすごい。わあ、広い。あ、うなぎの寝床っていうぐらいですね。奥に奥にものすごく。広い長いお店なんです。こんにちは。こんにちは。待ってください。ちょっと待ってください。シャッ。トロッコ。これトロッコ。あ、車輪がついて、あ、その下にレールがあるんじゃないこれ。見てください。え？うわー！レールがその先びっくりした。ずっと繋がっとる。うわ、長いレールになっとるよこれ。え、なんでこの裏がね、片亀鉄道の本分けの駅があったんですね。で、要するに荷物をその近くまで出荷する荷物を運ぶために、まあ、ご自宅の中にこういった線路があった。あ、そういうことだから、ここの商業という商家の方の荷物をその運ぶのに、だからその本分けの駅までここまでレール引っ張って、だからここで乗り降りしてたわけじゃなくて、荷物を運ぶための滑車を引き入れるためにこのお家の中にレールを引っ張ってきて。だからこれ実際使っとったんですか。500円以上じゃないですかね。ということで、ちょっとご主人がこんにちは。まあオタクというか昔は商いをしとったからこういうのがあったんです。そうです。ああ、だからってみんなさんのお家にあるのはじゃない。それはもううちだけ。あ、もう藤本さんのだけ。はい。これに乗せて米とか。米を出して米とか麦とかね、雑穀とか出して、それで肥料を貨車で来たのをこっちへ入れよったんです。うわ、すごい立派ですね。へえ。針がね、とにかくものすごい太い針がもう何本もね。これがまだ本当だ。これで2階があって、それで下がだから、あっこからうわ、これね、子供がね、子供の頃からあったからね、はい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 、これで遊んでたんですよ。その子へね、友達が遊びに来て、これを大きいこのつないで、でこれでみんなで押して遊んどったわけですね。敷石が本当あるんだ。まだ敷石がね、藤本さん家のお家の外、今はもう大きな、これ桜かな、桜の木が植わっておりますけど、その近くにある石はこれ敷石の名残がまだね、残っております。本当はあ、本分けはボールがあって手前があ、本分けないけど、あそこは駅がで、今ちょっとあれはね、目印だけですね、一応ね。向こうね、本線が走った、あれ向こうへまっすぐなってる。なるほどなるほど。でこれ、その今自転車道になったのは引っ込み線です。ああ、ちょっと違うよね。はい。ポイントはそこへ。曲がっとる方辺がポイントで、あっこからだから、ここら辺が駅のもう構内です。なるほど。で今病院が建っとる辺が駅です。あ、そうか。いやいや、ありましたでしょ。いや、疑ってすみませんでした。本当にもうびっくりしました。もう学校の帰りに寄って遊んで帰って。この宿へ泊まる。それでその隣も宿屋だ。2軒宿屋がね。向こう今が壊してしまった。なってます。相撲取りの巡業がよく泊まる。相撲取りの巡業がよく泊まる。ああ、裏へ。裏も庭でね。このチャンネルがいいと思ったらグッドボタンお願いします。悪いと思ってもグッドボタンお願いします。つまり全部。グッドボタンでお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。アレスケラジオもよろしくお願いします。